こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは霊界探索のよもやま話、幽界で過ごす霊人の実態ということでお送りしたいと思います。今回のお話、タイトルからわかるようにゆる不安なお話でございます。まあそんなもんかなというぐらいにな気持ちでね受け止めていただけたらと思いますけれども、まあ霊界探索と言いましてですね、まあ時折霊界の方にですね意識カーソルをこう強く当てて、霊界の様子を探ったりするというね、まあ霊界での学びということをですね時折しているわけなんですけれども、まあそれはどうやんのっていう話なんですけど、まあそれはまあ簡単にまあ理屈で言うとちょっと難しいんですけども、あの意識をね霊界に向ける、そうするとですねだんだんこう観光というね光がパーッとこうまぶたの裏とか、おでこのあたりに広がってきてですね、だんだんゆっくりとあちら側の景色が見えてきたりするんですけれども、でまあその 100% ね霊界に行っちゃうともうお亡くなりになっているという状態なわけなんですけれども、まあ、あの霊界探索をする場合は、まあ、意識レベルをね現世次元に、例えば3割7割霊界に移行するとかね、まあ、その辺の割合の調整がありまして、完全に向こう側に行って現世のことが分かんなくなるっていう状態には なるべくならないようにしていまして、まあなるべくねこの霊界で思った感じたり、知ったことをですね現世で持ち帰っていろいろ検討をしなければいけないので、完璧に向こう側に行ってしまうとですね戻ってきた時に忘れちゃう場合があるんですね。我々って夢見てるでしょ毎日、だけどもほとんどの人は忘れちゃうんですよね。まあそれとちょっと似てるかなっていう感じですよね。だからちょっとだけ意識は戻し現世次元に留めつつ、こう割合でねこう色相をこうスライドしていくという、まあそんな方法なんですけども、まあそんな風にね言葉で言ってもちょっと分かりにくいとは思うんですけども、まあなんとなくこうふわーっと向こう側に行くようなイメージで聞いていただければと思うんですけど、まあ今回の話はですねそんな風にまあ霊界探索をまあやった中で、まあ幽界というね存在があると。で幽界というものは、何かというと、まあ、霊界、我々の現世次元というのは非常に荒い物質的な世界ですけれども、いきなりそう亡くなったら霊界に行くのかっていうとそうじゃなくて、やっぱりいきなり霊的な世界にカーソルがパンと移動しきれないわけですね。その過渡期みたいなのがあるわけですね。その過渡期というのは、まあ、現世次元の意識がだんだん薄らいで霊界へと移っていくと、そういう時期でありまして、そういう時期はどこで過ごしてんのっていうと、霊界そのもの、自分の行くべき霊界そのものではないけれども、その過渡期、霊界に移行するために必要な、まあ、霊的な空間ね、そういったところにまあいてですね、まあ、そこで過ごすわけですねっていう話はですね、まあ、何度かそのシゴスピラジオでもお話しさせていただいてるんですけれども、まあ、今回はもうちょっと具体的に踏み込んで、じゃあ幽界でね過ごすっていうんだけども、幽界で過ごしているその霊人たちは一体どんな風な過ごし方してるんですかっていう部分についてちょっと、ご紹介してみたいと思うんですけど、これ本当に千差万別で人によって本当違うと思うんですね。私が以前ちょっとだけ紹介したのはその、ね、霊界に行く前にその空港みたいなところに行って、そこでいっぱい霊人たちがねいて、でその空港みたいなとこから霊界に飛び立っていくんだみたいなねお話をしましたけども、それも一つの幽界の一端ではあるんですけれども、じゃあそういうところにみんな集まってね、みんなこう次の段階でそのね、霊界にパッと行けるのかっていうと、そういうわけでもなくて、まあ幽界にも段階があって、いくつかのステップをやっぱ踏まないと、まあ、霊界に行けないという方もいるということで、まあその空港みたいなところがイコール幽界ということではないということで、他の幽界にまあ移行していく、
まあ、誘拐に移行するというか、誘拐のその実装がだんだん変わってくるという部分があるんですね。じゃあどういうことかというと、例えば、私が見てきた、ね、あの誘拐での霊人の過ごし方の一つとして、あの家庭的なね、まあ、そういった家庭的な、願望とかですね、家庭的な、まあ、心境、なんて言ったらいいんですかね、そのどちらかというとその普通の一般的な温かい家庭、まあ、温かいというかその一般的な家庭的な雰囲気の中で、まあ、亡くなっていき、そういったものを思考していた方はですね、結構そのなんていうんですかね、アットホームな感じのサロンみたいなところにみんな集まっている時が多いんですね。私が見た中では、例えばなんかこうね、山小屋みたいなところがあって、でその中に、まあ、暖を取ってるわけですね。別に霊界だから別に寒い暑いは別に自由自在なんですけども、誘拐なんでね、やっぱその辺は現世次元のいろんなものを引きずってるんですけども、まあ、暖を囲んでいて、そこでこうね、オレンジ色のこうね、暖かい光にこうね照らされながら、みんなこう談笑してるって、ああいうアットホームな感じのところでなんかこう過ごしてるっていうね、霊人たちが。で、誘拐だからまだその霊人交流というのはその霊界ごとにこうかっちり決まってなくて、いろんな人がそこに集まってくるんですけども、やっぱりそのある程度の似通った波長ってものがやっぱりあるみたいで、家庭的な感じのね、あったかい感じのする人たちはそういった段を囲んで、な山小屋のバンガローみたいなところにね集まって談笑しているという、そういった場所でですね、誘拐を過ごしている方もいます。あとですね、面白かったのは囲碁を打ってる人とかいるんですよね。あの囲碁サロンとか将棋サロンってあるじゃないですか。あんな感じでこう、まあ、ゆったりした気持ちでね、こう囲碁を打ったり将棋を打ったりして、こうちょっと遊んでると、遊んでるっていうか、過ごしてる、もう落ち着いた感じですよ。なので和やかな感じでね、囲碁や将棋打ってるっていう、別にそれだけじゃないですけどね、もちろんね、他にもいろんなケースあると思いますけども、僕が印象に残ってた誘拐での過ごし方で、家庭的な感じのある人ね、温かみ、そういったものを大事にしている人はそういった場所で過ごすことが多いような気がしますね。まあ、これはどちらかっていうと条例の時にですね、見えてきた、ね、ビジョンで、そういうのが多かったっていうのが、まあ、一つあるんですけどね。あんまり霊界探索の時に誘拐そのものに行って探索するってことはあまりしないので、大体条例の時に見えてくることが多いですね。あと宗教性が強い人ね、宗教的なそのマインドが強い人、もともともう世古生前にね、その信仰心みたいなものが強かったり、信心深い人というのは、なんかね、滝場みたいなところに行ってね、修行されてる方もいるんですよ、ね。もちろん修行といってもそんなね、滝に打たれてガーっていう修行っていうよりは、なんかね、滝場にある、こう、いい意味でのマイナスイオンね、これにパーって包まれてるような場所で、こう、そのマイナスイオンに包まれて、こう、波長を調整してるみたいなね。だからちょっと、ストイックな感じです。さっきのその家庭的なサロンに比べるとストイックな感じのこう向上心、ね、宗教的な宗教性を帯びた向上心を持っている人はそういったね、神聖な感じの場所でこう作り出してね、修行みたいなことをしていると。といっても、まああくまで誘拐なんでね、霊界でのその活動とまた違うんですけど、誘拐の中でもやっぱりそのさらに高みに行きたいっていうね、気持ちがある人はね、そういった神聖な滝場のような場所、誘拐の中でもね、まあそういうところで修行みたいなことをしている人もいますと。あとあれですね、何人かこうグループになってですね、こう森林の中をねゆっくり歩いてるっていう、ね、これはまあ宗教性が強いというよりは、なんかどちらかっていうと自然とかね、そういったものに対する関心が強かった人とか、どちらかというとその、先ほどのアットホームな人との触れ合いというよりは、自分自身が孤独ではあっても、その自分の中のね、探求心だとか、ね、一人でこう熟成させていくっていうね、タイプの人、そういう人はですね、結構ひたすら森林の、ね、森の中を探索しながらね、こう歩いていくんですね。
これとなして。でもその森の中ではいろんな景色が変わってくる。その景色を見ながらなんかこう、まあ、散策してるっていうね。そんな不思議な幽怪もあります。こんな風にですね、幽怪って結構いろいろな景色があり、いろんなタイプがあるんですね。なので、まあ、一概に幽怪に行ってね、霊界の過渡期を過ごしますよと言っても、その過ごし方って結構千差万別で、いろんなパターンがあるんでね、そういったものをちょっとね、垣間見ると、また霊界のね、不思議、不可思議な、まあ、現世からしたら不可思議なね、そういったありようというものが分かって、面白いんじゃないかなと思ってですね、今回ちょっと幽怪のね、幽怪での霊人の方々がどう過ごしているのかということで、ちょっとお話ししてみました。ということで、今回もですね、守護スピラジオお聞きいただきまして、ありがとうございました。守護スピラジオでは、触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は、概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。また、守護スピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。じゃあまた次回の守護スピラジオでお会いしましょう。さようなら。